年ね、なんと色結構変わってます。毎年 2,3 千円上がってきてるんですよ。で、今年に関しても多分おそらく今年のカラーで言うと一番人気なのがカプチーノちゃうかなと思うんですけど、はい、本日ですね、速報ヌプシの2023年についてお話していきたいなと思います。ということで、こちらにですねヌプシのジャケットがあるわけなんですけども、昨年からねこのアンダイドっていうこの白のモデルが出たりはしてるんですけど、今年ねなんと色結構変わってます。で、いつものヌプシのイメージと考えたら、それこそ赤のヌプシとか黄色のヌプシとかっていう、こう90年代をイメージするようなあのレトロなヌプシがあったんやけども、なんか今年はねちょ近代的なヌプシっていうかね、なんかちょっと若干違うようなヌプシになってるんで、まあその辺のお話なんかしていきたいなと思いますので、まずはねお値段の方から先に行こうかなと思います。じゃあヌプシをね、着ながらお話していくんですけども、この僕が着てるヌプシのねカモもね、よくいつのやつなんですかって聞かれるんですけど、これはね僕確かね視聴者さんのヌプシコーデみたいな、あのヌプシのサイズ感みたいな感じを堀江公園で以前撮ったんですよ。その時に着てはったのがヌプシのカモやって、あ、そのカモかっこいいですねっていう話から、僕今年カモ買いますわって言ったのが多分2021年とかそんなんやったと思うんですけど、2年ぐらい前のこれはモデルなんですけど、今年もね同じくカモは出るんですけど若干ちょっと違うんですよ。まあその話はちょっと一回でしょう。まずは値上がりの話からいきましょう。で、値段がですね、今までのモデルっていうのが ND92234 っていうモデルやったんですけど、それがね 37,400円やったわけなんですよ。2年前は、もうちょい安いですよ。3万円ちょっととか3万円ジャストぐらいやったんかな。毎年 2,3,000円上がってきてるんですよ。で、今年に関しても ND92335 っていうことで 38,500円なんですよね。だから値段としては1100円値上がりした、1000円値上がりしたっていう感じなんで、また値上げですかと。今年はもう白菜も高なってきついんですよっていうところなんですけども、まあ白菜はちょっと頑張ってもらわなあかんけど、ヌプシに関してはね、まあ1100円からまあちょっと仕方ない部分かなと思うんですけど、品番が変わってるってことはおそらく使ってる生地とかダウンの量も変えたはずなんですよね。で、それがまあもちろん名目に言わないってことはね、おそらくいい変更じゃなかったら言わへんと思うんですよ。悪い変更した場合って言わへんじゃないですか、それはね。で、いい変更したらすごいフィルパー上がりましたよとか、すごい生地いい生地に上げましたよって言うと思うけども、品番変えてて変更って言わへんってことは、やっぱり多少ちょっと原価を下げていくしかないから、今の物価高でね、まあ下げたんかなと思います。こっちのアンダイドの方も今年も出るらしいんですよ。これに関しては一応名目はなんでこんな白なやつ出しちゃうんと、今なんかパッと見た感じ昔のレトロなヌプシみたいな感じでなんでこんなん出しちゃうんっていうと、一応ノースフェイス側もなんか環境に配慮しようということで、染色の時に色を入れる時に水を使うんですよね、めっちゃ。で、この白にすることによって水を使わないからいいよね、だからアンダイドを使ったんだよって、これヌプシ以外にもマウンテンジャケットとかもあったりするんだけど、色をつけてないので工程減らしてるのになんで値段上がんねんっていう話なんだけど、これ去年4万7000円台だったんですよ。だからなんで値段上がんねんっていう話なんだけども、まあそこはよくわからへん。とにかく値段上がってるんですよ。で、僕これ今が、カモが XL で着てて、でヌプシこの白の方は L サイズなんですよね。なので本来の僕のサイズ感からするとおそらく L がいい感じかなと思います。 XL だとねちょっと見幅が大きかったりはするんですけど、ただこの辺もちょっとわからへん。毎年ヌプシがその企画変えてくるから、去年とかはおととし2021年に比べて2022年は言ってないけども綿は減ったんですよ。はっきり言うと綿減ったんですよね。だから減ったからスカスカになったから、あ、L でも結構スカスカやなと思ったりするんですけど、今年はどれぐらい変更してくるかがわからないんですけど、一応寸法的には僕は L が 178cm 70kg なんですよ今ね。それでジャストかなと思うので、まあ綿がまた今年増えてくるとちょっと話変わってくるんだけど、おそらく綿は増えることはおそらくないと思うので、僕やったら L がまあちょうどいいんちゃうかなと思います。で、その問題はカラーなんですよね。カラーをちょっと見ていきましょう。まずブラック、まあこれは普通じゃないですか。まあ迷ったらこれいっとけっていうことな感じなんやけども、以前もパーソナルカラーの時に言ったんやけども、黒似合う人って実は少ないんですよ。だから黒いって、え、黒って誰でも似合うと思うじゃないですか。でも黒着てる人見てみてください。めっちゃ地味な人でしょ。この人なんか別に目立ちもせえへんし良くもないなっていう黒もあるからね。まあ何でもかんでも黒がいいってわけじゃないけど、まあ黒は安心感、着てる方は安心感あるっていう色ね。で、次にカモ。で、カモもこの今見てもらった僕の2021年バージョンのカモとは少しちょっとまだ雰囲気がね変わってきてるかなと思います。こっちの方がなんか本物っぽい柄というかね、で今の方がねちょっとあのイラストっぽい感じというか、そういったカモのちょっと可愛い雰囲気になるんかなと思います。あ、すいません、この画像はね石井スポーツさんからちょっと引用させていただいておりますので、気になる方は石井スポーツさんのねインスタとか見てみてください。で、次カプチーノ、これ何ですか。まあ、パッと見ブラウンかなと思うんですけども、ヌプシって派手でなんぼっていうイメージが僕はあるんですよ。だからまあここに落ち着いた色でもまあまあ悪くはないけども、まあカプチーノがあるよねって、多分おそらく今年のカラーで言うと一番人気なのがカプチーノちゃうかなと思うんですけど、カプチーノがありますと。そして注目はこれですよね、オプティックブルー×クロロフィルグリーンっていう聞いたこともない名前が出てきたんですけども、これはねおそらくなんですけどもセールにかかるんちゃうかなって僕は予想しております。っ
けども、この色を買おうかっていう人ってなかなか結構攻めた人じゃないですか。なんか小学校の時の家庭科とかでね、ナップサックとか作る時にみんな恐竜選ぶのに、なんでお前そんな変な柄のやつ選んでんねんって、たまにおるけど、そういうやつはこれいくかもしれないけど、基本これはあんまいかへんのちゃうかなと思ってるので、まあおそらく残ったらセールっていう流れかなと思ってるんですけど、結構ね攻めた色じゃないかなと思います。なんかカスタムオーダーしたような色味になってるかなと思うので、141カスタムっていうのがあるんですよ、ノースですね。でそのヌプシとかもこういう配色できるので、ちょっとあれオーダーしたんこの人っていうようなイメージかなと思いますけども、ちなみにオーダーしたヌプシ141カスタムの方は確か900ヘルパーかなんかで作られてるので、あの全然この普通のヌプシとはレベルが違うんですよね。でまあ僕も作ったことないから分からんけども、一応スペックとしてはかなり違うかなと思います。で次ニュートープ、まあこれは安牌ですよね。多分ニュートープの落ち着いた感じの雰囲気ってこれに近いんちゃいます。この迷彩とかもそんなに、まあ色味的にもこういうニュートープとかこういうまあくすんだ色味が多いから、ちょっとまあ似てるような雰囲気になるかなと思いますけどもね。で最後オーキャットピンク、これはちょっと派手やね。似合う人は全然おると思うけども、選ぶ人少ないんちゃうかなと思いますけども、そういった柄になっております。だから僕もし今年プライベートで着るってなったら、おそらくカプチーノかなとは思うんですけど、ただヌプシに最近ちょっと魅力を感じてないっていうところが本音ではありますので、まあ、もしかしたら買わへんかもしれないんですけども、もし買うんやったら、まあおそらくカプチーノにするんちゃうかなと思いますし、もうそうか振り切っちゃってオプティックブルーのクロロフィルグリーンを一回行ってみるっていうのもありはありなんですけど、多分プライベートで着ることはない、もうレビューするためだけに買うっていう可能性はあるけども、まあまあまあ普通に着るんやったらカプチーノちゃうかなと思いますけど、おそらくその辺が人気になってくるんかなと思います。で僕の視聴者さんでね、ヌプシがね結構人気なんですけど、まあなんで人気なんかっていうとね、以前こっちの検証動画出したんですよ。ノースフェイスダウンジャケット着てどれが一番あったかいですかっていうのをやった時に、もうヌプシが一番あったかったんですよ。バルトロよりもあったかいの、マウンテンダウンよりもあったかいのっていう結果が出たったんですよね。でそれ以降結構僕の視聴者さんはヌプシが好きな方多いんですよ。なんでかって言って、安いし軽いし暖かいっていう3拍子揃ってるんですよね。ただそれ測ったのが2021年モデルやから、2022年モデルからは測ってないんですよ。だからまあ綿が減ったりしたらもうちょっと温度は高く上がらないかもしれないけど、まあその辺に関しては分からない、あの買ってみないと今年はまだ分からないので、まあ一応ね買おうと思われる方はこのような色味がありますよということなんで、まあ品番も変更がありますし、多少の変更は絶対してくると思いますので、まあその辺を考慮しながらね買っていくのもいいかなということで、本日はですね2023年のヌプシのニューバージョンの、お話をさせていただいた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。